ぎの意味ないやんけー。うわー、ワニー、夜の沈没船。チョリン、サルタの中堅らしいです。というわけで、ツーリスピリッツ任天堂スイッチバージョン、はい、メダルモードでやってます。はい、というわけでですね、久しぶりに、釣りスピリットございますね。ちょっとあの最近アリさんで遊んでましたので、久しぶりに、釣り楽しんでいきたいと思います。というわけで早速ですね、メダルルーレットの方からやっていきたいと思います。300回がねなかなか出ない、100回も出てない、いつも50枚か、30枚なんですけど、今回こそはせめて100回当てていきたいと思います。いくぞ、レッツゴー。ルーレットスタート。さあ、ストップいきますよ。どうだ、来い。ほらー出ないんだよね、これ。300枚出たことある人いる？いたらちょっとコメント欄で教えてほしいですね。さあ、ちょっと、前回何を開発したんだっけな。開発する開発内容を選んでね。これだ、夜の沈没船ステージ、こちらをですね、やっていきたいと思っております。つまり、沈没船ステージでまた赤い鍵の上を釣ればいいんだね。オッケーオッケー、いきますよ。はい、というわけでやってまいりました、沈没船ステージ。早速鍵の上を、釣っていきたいと思っているわけですけれども、赤い魚影にご注意ください。皆さんね、赤い魚影が来たら鍵の上なんで、今いないから、ちょっととりあえずサクサクね釣っていきたいと思うんですけれども、ちょいちょい釣っていきますよ。さあ来い。よし、赤い魚影が出てこないことにはまず何もね始まりませんから、とりあえずガンガン魚を釣ってですね、どんどん魚をね、あ、来た来ました。早速こうやって入れ替えてね行こうと思います。さあ、これがねなかなか釣れないんだよね、鍵の上をね。結構手強いんですよね。さあ、集まってきちゃいましたね。これは釣るの難しいです。さあ、なんとか。なんか違うのがヒットしたの。何がヒットしたんだ全然見えなかったぞ、今ヒットが。ヒットの瞬間が全然見えなかった。さあ、鍵の上は向こう行ったか。ちょっと今が狙い、あれ？どこ行った？来た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 。タイミングが難しい。今がチャンスだね、これね。来い！来い来い、いいぞいいぞ、来い！いや、早いから黒いの黒いの早いからマグロマグロ、さあ行くよ、さあ行くよ、今チャンスだね、これこれ狙い目狙い目、手前にちょんとちょんと、よし、来い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 。なんで無視する、なんで無視する、金色がガンガン来ちゃう、これちょっと待ってよ、難しいんだよこれ。よし、来た、ベストベストベストポジション、来た来た、鍵の上。さあ、ここはクリティカルが出ないと釣れないんだけど、クリティカル来い、クリティカル来い。あ、50来た、100来い。あー、なかなか釣れないんですよね、やっぱね。やばい、どん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 これローテーションしていかないと、魚をね、すぐボス来ちゃうから、ちょっと釣るから釣るから、ちょっと早めに早めに早めに、ちょっと待って待って待って、よしよし、カメ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 、まあ逃げてもいいんだけどね、これやっぱちっちゃい魚を釣ってった方がいいかな、ちっちゃい魚の方がすぐ釣れるからね。よしよし、あー、グレートクラス来ちゃった、グレートクラスとか言ってる場合じゃない。鍵の上、鍵の上、鍵の上、ちょっとでかいのしか来ないやないの、でかいのしか来ないやないの、鍵の上、鍵の上来てくれ、鍵の、やばいぞこれ、やばいぞこれ、ボス来ちゃうぞ、もうボスが来ちゃうぞ、早く釣れ早く釣れ早く釣れこれステージに行くのが結構大変なんですよね、ちょいちょいね。これまたモンスター級のね、敵が出てきてしまったら、もうまたここの沈没船ステージに来るまで、ジュングルねやり続けなきゃいけないという、これ地獄のようなね連れてってるし連れちゃってるし、グレートヒットしちゃってるし、さあ、てってけてとかいらないから、それより赤い魚影を出してくれ、赤い魚影を。全然出ねえじゃん、赤い魚影、これやばい、もう来るよそろそろ、モンスタークラス。よし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 、早く釣る釣る釣る、釣る、さあ魚影来い、赤く光る魚影、来ないんだな、来ないんだな、これがほら全然来ないんだな、これグレートヒットしてる場合じゃないんだなグレートヒットしてる場合じゃないんだよ、ほら倒せ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 、グレートヒット、あれやりよるやりよるな。さあ、赤い魚影が全く来ないです全く来るときはポンポンって来るんだけどね、もう行けるときと行けないときが初めから決まってんじゃないの説あるよね。わあ、ボス来
ちゃったクラスさあやってまいりました沈没戦ステージ2回目でございます。今度こそね、カギノウオを釣っていきたいと思っているわけですけれども、カギノウオがねなかなか出てきてくれないので、よいしょ、カメさんをとりあえずね釣ってカギノウオを呼び寄せるところからね、まあ、始めなきゃいけません。さあ来い、さあ来るよカギノウオ、来ないやないかい全然来ないんだよこれ、なんで来ないんだよこんなに。カギノウオ来い、カギノウオ来たー、カギノウオ来た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 、よし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 釣るよ。ちょっとこれやっぱ初めちょっと手崩れました。おーい小魚またこいつかこいつがさっきも邪魔してきたんだよな。さあ今度こそ釣るよカギノウオ、来い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 、ちょ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 、よしよしいいぞいいぞ、来たぞ来たぞこれ、来た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 、あっしゃ幻ステージ業者、クリティカルクリティカルヒット、クリティカルヒット、来ねえな、クリティカルヒット、クリティカルクリティカルヒット、クリティカル、カギの魚、あ来た来たぞ来たぞ、ダブルで来た、これダブルで来るときはかなり激アツなんでいけるんじゃないかなと思うんですけど、カメカメ邪魔、カメカメいらん、カメちょっとよしよし、けけけけ、今がチャンス、今がチャンス、ちょうどいいところにこれ投げんのが難しいんだよ、これよいしょ、さあ来いカメカメまた来ちゃった、これいやちょっと待って、ちょっと待って、集まりすぎ集まりすぎ、さあカギの魚、カギの魚どこ行った、出てこい早く、おい違う、今金色な、金色が出てきた、こんなぞか、さあカギ、あカギの魚いなくなっちゃったのこれ、もしかして嘘やろ嘘やろ、いなくなるとかあんのいなくなるとかあんのそれ、ずるくない、金色に変わっちゃったよ、チキシオ、なんだよこれ、ちょっと出てくるまで待ちましょう。さあ来たぞー、3回目カギノウオ、今度こそ釣ってやるぜ、全然釣れないからさカギノウオ、結構釣るの難しいよね、あの下手したらボスより釣るの難しいんじゃないか説出てきちゃってますよね、もはやね。さあ来たんじゃないかこれは、来た、オッケー来た、クリティカルヒット、あ来た、確定、やったー確定、やっと来ました、オッケーオッケー確定、やったぜカギノウオ、もう一匹出てきた。さあ釣りましたよ、皆さんご注目ください、鍵穴の大きさにね、うん、鍵穴の大きさに、これを鍵の意味ないやんけさあ来ましたよ、さあどうなる今度は、おっとん、あ宝がいっぱいやん、来た、うわー、ワニー、夜の沈没戦来ました、宝石ステージ夜の沈没戦、あなんかウーパールーパーみたいなやついるね、ウーパールーパー、さあワニがいます、わー結構パワフル、終わった、こいつは相当リッチャボーですね、背中にめっちゃお金とお宝が、お宝と宝石と、コインがですね乗ってますよ。さあこれは釣ったら相当幻クラス、幻ゲット、あ幻ヒット、幻ヒットきた、さあ来い来い来い、クリティカル来い、クリティカル来い、これはちょっとあれかな、浮きを使って、ウルトライシーを貯めていこうかな、うん、黄金の浮き、よし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 、これちょっとね、これを使うとこのウルトラ牛をゲットできるってことをね、ラッシーさん気がついたんですよ。さあやりました、オッケー、これで一気に、釣り上げていこうと思います。さあ行くぞ、ウルトラヒット狙っていくよ、残り90秒、さあどうだ、来た、あー違う違う、なんかザコどもがいっぱい来ちゃった、ちょっと白いですねこのウーパールーパー、あー来ました、お本当にウーパールーパーやった何のひねりもねえ、さあ行くぞ、巨大ボスを、わあちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよこれ、ちょっと集まりすぎでしょ、集まりすぎ、さあ行くぞ今度こそ、オッケー、あそこの真ん中に投げ込もう、オッケー、ボスが押した、幻ゲット、さあウルトラ来た、100ダメ、どうだ、
100打目どうだこれ。ほら999来い、999来い、999来い。あー来ない、嘘だろ嘘だろ、これもいいと思うんだけどな。おー来た、さあ行くぞ、さあ行くぞ、おー行け、999、999ダメ確定。いや来ねえな。あ、100ダメ来ました。あ来た、マーボルシゲット、やったし、ジュエルゲーター、幻ヒットしました、イエーイ、やったね。いやー、やりましたね。今回も幻ヒットしちまいましたからね。 OK OK OK、 100ダメ来た、100ダメ来た、はい、幻ゲット。もう1回ゲットしちゃったら楽勝ですから、楽勝ですから、もう1回目だけだからね。200枚ですね、幻クラス。いやー、やりました、やりました。オッケーオッケー、ゲットしましたよ。はい、というわけで今回もですね、幻ゲットできましたので、マシン開発と、最後でカード引いていきたいと思うんですけども、宝船ステージを開放していきましょう。レッツゴー。お、さすがにちょっとメダルの必要なメダルの数が増えてきましたね、最後に近づくにつれて。さあどうでしょうか、開発完了。宝船ステージが開放された。ステージ以降の際にまれに出現するようになります。ドンちゃんステージと一緒ですね。はいはいはい、 OK ですよ。海中都市ステージの開放、これは、あ、これもまた鍵の魚なんですね。まあ開放しときますか、とりあえず。よし、 OK OK、 開放だけしておきましょう。 OK です、 OK です、楽しみですよね。さあ行くぞ、どんどん行くから。開発完了、 OK、やりました、やりました、解放されたよ。はい、じゃあ、開発は今回これくらいにしておいてですね、カードパックを、やっていきたいと思います。開発する項目を選んで、カードパック購入、はい、今回のステージこちらですかね、沈没船 EX、こちらを引いていきたいと思います。いきますよ、はい、どんなカードが出てくるかな、どんなカードが出てくるかな、来い来い来い。お、新しい、あ、トラフグ、さっき釣ったね。さあどんどん行きましょう。金がね、出るまで、ちょっとでも 前回ぐらい開けまくった。あ、金来た、金来た、3万そしてカブトガニ、そしてアーケロン。いや違うよ違う違うアーケロンじゃない、欲しいやつさあもう一回、どんなカードが出てくるかな、どんなカード出てくるのかな。ダメだね、ちょっと待ってよ、これはね、ミツクリザメ、ミツクリザメなんて言った、アウパルーパー出た。さあちょっと、あ、もう開けられないから、あと1回だけ開けたいと思います。さあ行きます、レッツゴー、ドン。あー、ダメだー、輪に出なかったわ今回、残念、お化けマダイですね。はい、ということで、まあ、今回はねこれぐらいにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。とりあえず幻ヒット2回ね、2連続でできたので、まあ、今回はよしとしましょう。次回は、宝船ステージだっけ、やっていきたいと思いますので、ぜひねまた見てくださいね。ということでこれにしましょう。それじゃあ今日この辺でまた見てね、バイバイ。